か増税ばかりされているんですけれども、そのお金を能登で被災された方とかにも全然使わずに、今ウクライナの方へ武器支援だとかで何兆円と日本の政府が支援されていると思うんですけれども、その支援って国民には使わずに、そういう戦争へ支援されているのは、それは必要なんでしょうか。ありがとうございます。国際貢献であったりとか、そういうものが全く必要ないとは私は思いません。必要なところには必要なお金、日本ができる範囲でやるべきだろうとは思うんですね。例えばさまざまなことに関して。一方で日本国内置き去りにして、そっちにはむっちゃ金払うとかありえないじゃないですか。だって日本は30年不景気で、社会これだけ荒れてて、貧困拡大しまくってんですよ。その状況を考えたら、まず最初にお金をどこに使いますかって言ったら、当然国内に決まってんですよ。国内がどうにもなれないのに、海外に対していい格好、これはおそらく外交してるように見えてるけど、外交って呼ばないんですよ。そういうの持参金付きの海外旅行なんですよ、あいつらやってんの。そういうことのために使われる、当然歓迎されますわね。ようこそ来てくださいましたっていう話になりますよ。でもそのおっさんらのええ格好のために、国内向けのお金が十分に行き届かないみたいなことってありえない話ですね。だから皆さんに考えていただきたいのは、外国のために金使ってねえと国内に使えやっていうのはすごく分かりやすい話だと思うんですけれども、まず国内に投資、これを潤沢にするべきだ。一方で海外で何かしら必要な状況があるんだったら、それはそれっていう考え方っていうのが、私一番必要な考え方なのかなっていうふうに思います。で、日本ができるウクライナの支援ってなんだって言ったら、これは一刻も早く戦争を終わらせるために、二大大国に対して口が利ける立場にあるってことですよ。つまりはロシアとアメリカってこと。結局は西側諸国、その先頭にアメリカが立って、ロシアへの包囲網だったりっていうものを作りたいという思惑と、そしてロシア側にも思惑があって、この2つの大きな国がぶつかっているように見えるけれども、結局アメリカ側にとったら終わってほしくない戦争なんですよ。これはずっと続けてほしいんです、アメリカにとったら。どうしてかって言ったら、戦争で儲けてるから。アメリカ人を1人も殺さずに武器だけ送ってるんです。これによってアメリカ超好景気なんですね。これってオフショアバランシングっていう手法、遠く離れた対岸から武器だけ送って国民殺さず軍事景気拡大っていう、このオフショアブランシングはアメリカの使い続けてる手法なんです。それによって、それを認める発言も国務長官が行ってるってところ、ちょっとご覧ください。こちらです。ブリンケン国務長官がウクライナ戦争を続ける理由っていうのを記者会見で語ってくれています。というのも自白してます。ウクライナへの軍事的な投資の90% は米国内で米国の兵器製造業者による生産に費やされており、多くの雇用を創出し経済を成長させるため、アメリカ、ウクライナ双方にとってウィンウィンだ。これまで何度か停戦に向けてのテーブルを作ろうというものが、いろんな国々によって動きがあったと思うんですけど、アメリカはそこに関してなかなか乗らない、そういう状態なんですね。もちろんロシアに対してもこれは言っていかなきゃいけないことだけど、で、日本は位置的に考えてロシアと対立するっていうのは非常に国防上やばい話なんです。ロシア、中国が目の前にあるのに、ロシアに対して西側諸国と同じように経済制裁加えたりとか、これ事実上のこれ武力攻撃と同じですから、逆に言ったら敵国としてお互いが向き合うっていうのは、これ非常にまずいんですよ。だから中立じゃないとダメなんです。侵攻したことであったりとかってことには最大限の非難は申し上げるが、立場は常に中立。それにおいて向こう側としっかりと話し合いしていける、この戦争を終わらせるために一刻も早くテーブルにつくべきだし、テーブルを作っていこうよってことをアメリカ様にも、アメリカ様って言ったのは何かって言ったら、まあ日本が事実上の植民地であるから、だから言えないんですよね。本来ならば日本がその仲裁役としてその力を発揮するべき場面なんだけど、そうはなってない。アメリカ側に植民地として属する日本はそんな動きは決してできず、逆に言えばウクライナの次の第2ラウンド目は中国とアメリカの対立、その最前線に立たされる、
台湾有事的なものを作っていかれるってことに最大限の警戒をしなきゃダメなんです。本当はウクライナでやってるこのオフショアバランシング、武器だけ送ってってことを、次は対中国で日本が最前線でやらされる可能性がものすごく高まってるってこと、その準備も進んでるんです。日本国内で武器を作る、でアメリカ製の武器を作って本体まで作ってアメリカ側に供給できて日本側も輸出ができるっていうところまでもうこの2年ぐらいの中で大きく動いてんですよ。だからこの先本当に戦争になるっていう可能性はかなり高まると思います。これ非常にやばい、国の形を大きく変えてしまってる。西側諸国 G7 と共に歩むっていうのは私はもう時代遅れ、逆に言えば日本は日本としての立ち位置を守る、国益第一、国民を飢えさせない、そしてその基礎には平和がいる。中国と緊張が高まるだけで、たった2週間緊張が高まるだけで戦争も起こっていないのに、2週間 1.4 兆円の部品が国内に入ってこないだけで53兆円分のものが作れなくなるんです。戦争起こってませんよ。でこれは物作れなくなるだけでじゃなくて、当然そこから輸送して販売してっていうようなところにまで影響を及ぼすから、一体どれだけの被害が被るか、軍事的なことだけじゃないんですよ。緊張高まるだけで、戦争始まってないのに人が死ぬレベルってこと。じゃあどうしなきゃダメなんですかって言ったら、これ平和外交しかないんですね。日本は平和外交丹念にやったことない。さっき言った通り持参金付きの海外旅行しかやってない。日本は外交やってるじゃないかっていう方、じゃあどうして北朝鮮から飛ばされるロケットミサイル100発以上これまであったのに直接北朝鮮に抗議できないんですか？中国経由で文句言ってもらってるんですか？おかしいですよね。外交自体やってないんですよ。拉致家族を取り戻すとか口では言うけれども、でもそのパイプないんだろって、どうやって取り返すのよって、アメリカに取り返してもらうの？おかしな話ですよ。やってることと言ってること全く違うっていうことが明らかだと思います。今一番必要なことは他国と揉めない、揉めない。向こう側がそうだろっつったって、じゃあこちら側からちゃんと話し合いしたのかって。日本は軍備ではなくて、日本は経済力を持ってこれは平和外交をしていくべき。でも今の日本は経済は地に落ちてるから、もう一度世界の真ん中に立てるぐらいのジャパンズナンバーワンっていう経済を復興させる必要があると、そういうことだと思います。国内第一優先、そこも完璧同意です。ありがとうございます。ご質問してくださってありがとうございました。衆議院議員の大石晃子です。本当なんで能登の復興に金を使わずにウクライナの復興ビジネスやってんだっておっしゃる通りと思うんですよ。もちろんウクライナで犠牲になった方々に復興は必要だと思うんですけど、そこを戦争ビジネスにしてぶっ壊しまくってる人たちがいるわけですよね。そこで復興ビジネスだ、ビジネスチャンスだ、参入だ外国にって違和感しかないですよね。なんで違和感っていうのは、やっぱり国内の復興全然やってないじゃないですか。全然国民の命とか暮らしとかをおろそかにしておきながら復興ビジネスはいって言われても、もう金の匂いしか感じないですよね。儲けるのは本当にその国のそういうやり方やり口に賛同する一部の利権のある方々だけになってしまうので、本当に危機感を持っています。今代表が説明したような大きな流れがあって、やっぱり戦争ビジネスに手を貸さないと自分の家族自分自身が食べていけないっていう、戦争経済に持っていかれたらもう本当に半分終わりやなと思ってます。すごい、だから私たちの生きてる社会って結構終わりかけだと思ってるんです。それ国会の中で見ててもそうなんです。私は国会議員になって約3年ですけど、国会議員になる前と後での違いは、特に私は3月から4月にかけてものすごい調子が悪くなるんですけど、それが なぜかっていうと国会の中にいてるからなんです。国会の中でみんな、ほとんどの国民が知らない悪法、これは戦争ビジネス加担も含めで、国民に増税とか社会保険料上げとか、そういう生々しく、いわば国民処刑なんですよね。目の前でその法律平気で通されて、国民が皆さんが処刑される現場を国会の中で私はほとんどの場合座って見てなきゃいけないんです。だからもうなんということが起きてるんだっていう
ものすごいスピードで進んでいくから、その運営反対、なぜ反対なのかを出すとか で、まあ、できるだけ牛歩がやれる局面ならやるとか、もうそういう運営であまりにも自分の小ささに対してそこで行われている国民の処刑ですね、まあ、その事実っていうのに触れるたびに本当にあの体調が悪くなります。そのぐらい恐ろしいことが国会の中で行われてるんだよっていうことをもっともっと知らせなきゃいけないんですけど、まあ、まだまだできてないんですけど頑張っていきます。まあ、私たちまだ数が少なすぎてといいますか、衆議院3人で参議院私の側が5人なんですね。で特に衆議院はヤクザなんです。どうヤクザかっていうと、数が少ないところはとことん潰しに来る。参議院もその気はあるんですけど、衆議院の方がより荒々しいんです。その中で座ってるしかないと言ったのは、その質問する機会さえ与えてもらえないというような状況があるってこと。その間に悪い法律が通っていくっていうものをただ見てるわけにはいかないから、最後の意思表明をできる、参加できるところって言ったら本会議場、大きな会議場で投票するという行動なんですけど、その時に当然体張ってでも止めたいっていう思いになるのは当たり前ですよ。だってそういったものが通っていった、法律悪いものを通っていった先々には国民が苦しむ姿が見える。それを考えたら、今言い方として国民が処刑されるってことでちょっとギクッとした人いるかもしれないけど、そういう意味合いで言ってますね。だからこういう気概を持った人を送り込まないと、本当にどれだけ草刈り場にされてきたこの国30年でって、ビジネスのために国民も食い潰すようなことを当たり前に政治の場で決めていくんですよ。金と票をくれる人たちがそれをコントロールしてるんですね。具体的に言えば当然経団連を頭とする資本家の者たち、彼らは金儲けをするために票と金で国会議員を作り出し、生み出し、コントロールし、最大限自分たちに利益を流し込むようなルール改正様々送ってきたんですよ。結果国民貧困化して一部しか金持ちになってないやん。世界で2番目に金持ちの数が多い国日本ですよ。それでこの13年の間に毎年過去最高益上げてんの大企業だけですよ。それで増えたキャッシュ139兆円ですよ。一方国民の 6.5 人に1人が貧困、むちゃくちゃやなこの国って。当然怒るんですよ。怒って当然なんですよ。でも怒ってる人見ると何か自分が怒られてるみたいで、なんか嫌だなっていう気持ちになる世の中ではあります。だからもっと誰も傷つけないような雰囲気持った人、小泉進次郎さんかなみたいな人気が高まるっていうのも理解はできる。どやらい目合うでみんな。そういうことですよ。その裏に何があるかってことを見なあかんってこと。戦争とはビジネスです。金儲けのために続けられるもの。戦争にならなくても緊張高まるだけで株価は上がって、1980年代から2024年までの間、この線グラフになっているのがロッキードマーチン株の、推移でございます。 9.11 テロからどんどん右肩上がり、 IS が台頭し、北朝鮮が緊迫化し、ウクライナが始まって、イスラエルのガザ虐殺でも株価が上がっていく、こんな状況なんですね。戦争にならなくても緊張の段階から株価は上がっていく。もちろん戦争になれば物が売れる、さらにこれ声太る。レイセイオンテクノロジーズもそう、そしてノースラップグラマンもゼネラルダイナミクスも一緒、こういうことなんです。アメリカって戦争をずっと続けて国の真ん中にある産業、戦争っていうもので儲けてきた国だから、戦争しないと国がしんどくなるんですよ。だから嘘ついてでも戦争を始める。それがイラク戦争、大量破壊兵器は見つかりませんでした。でもイラク人殺しまくりましたね。それはフセインっていう悪い独裁者があって、ごめんアメリカよりマシみたい、そういうことなんですよ。遠く離れた遠くの国のルールを決めるっていうのにどうして西洋人たちが来るんだよって、おかしいじゃないですか。どうして日本人がそこに参戦するんだって、自衛隊どうして出したんだよ、おかしいじゃないですか。陸上自衛隊をサマーに向かわせました、ブーツオンザグランド、初めて自衛隊が海外の派遣にみたいな話されてたけど違うよって、目くらまし。何かってサマーで陸上で向かわせてる、その合間にも航空自衛隊はバグダッドに人運んでたんですよ。国連関係者ですと言ってたけれども、その内容は米軍関係者もいたってこと。つまり何かって言ったら、イラクで殺しまくった米軍人たちを運んでた可能性もあるってことなんです。そんなことに加担したとしたら何が起こるかって言ったら、当然中東の人々に対して日本人に対する不信感高まりますよ。
そんな風に関わっちゃダメなんですよ、世界と。日本は日本の国益第一、自衛隊は日本の施政か、そこから外に出さない、当たり前のことじゃないですか。自衛隊外に出すんだったら災害の時、災害のスペシャリストとしての活動幅を広げた上で、海外に要請があれば真っ先に助けに行くっていう部隊になっていく方が、私これよっぽど安全保障に資すると思いますよ。話が長くなりましたけれども、騙されないで。で、最後にアメリカのワトソン大学っていうところの論文を紹介します。こちらです、読みますね。軍事費は米国の裁量的支出の大半を占めると。とにかく大量に金出していってるアメリカは、軍人は米国政府のマンパワーの大半を占め、軍事産業は米国経済の主導力的な力となっているという話なんですね。米国政府、民間経済の他の要素や能力が弱体化し、軍需産業が政治的な力を持つようになったと。何が言いたいかってことなんですけど、こういうことなんですよ。経済が軍事化された部門は資金と労働力が恒常的に増加する。そりゃそうです。軍事を拡大しようと思ったら、そこに人と金と物が必要になるってこと。一方で軍事以外の分野のニーズは満たされない。今日本は43兆円もの巨額の軍事費を投入しようとしている。これアメリカと歩調を合わせてるんです。それによってそれ以外の分野に人金物が回らなくなるって当然のことなんですよ。避けるリソース限られてる中で軍事を拡大するってことは、他の産業に対して大きく影響を与えるってことは、これもう分かってる話。アメリカもそうなってるってことの研究の論文でした。すいません、ありがとうございます。